オリンピック選手とかを育てれたら、まあ、面白いなとは思ってますね。田中めぐみです。活動名が MG でやらせてもらってます。まあ、今年32になりましたね。職業としてはトレーサー、パルクールを実践する人のことですね。パルクールっていうのが、まあ、もともとフランスの軍事訓練を転用したものというか、本当にまあ一般向けに落とし込んだもので、簡単に言えば障害物走、まあ、それは僕のやってる競技、まあ、パルクールにも競技シーンがあるんですけど、その中でもスピードランとフリースタイル、うん、スピードランが本当に障害物走で、フリースタイルはその障害物を使って本当にもうほぼ好きなことしていいよっていう、うん、宙返りだったり、まあ、ひねりだったり、そういう技を盛り込んで自分の好きなラインを作っていくというか、芸術性高めの方がフリースタイルで、走って競うのがスピードランって感じですね。始めたきっかけが子供の頃に見た映画で、山かしっていう映画があって、その映画を見た時、まあ、パルクールっていう言葉を知らなくて、まあ、こういうことやってる人がいるんだなぐらいに思ってて、でまあ10代の終わりぐらいにテレビでそのパルクールの動画が流れてることがあって、それを見てまあやりたくなって、まあちょっと本当に YouTube とかそういうので動画探して、もう本当に形真似してっていうところから始めましたね。パルクール以外で言えば、もう中学生の頃からスケボーを始めて、ストリートカルチャー好きな人たちと遊ぶことが多かったので、そこからまあダンス、DJ、ビートメイクっていう、本当にもう B-boy の通り道というか、そういうところをよく遊んでましたね。たまに DJ したりとか音作ったり、まあ、スケボーはちょっと最近やってないですけど、まあ、ダンスもなんだろう、いい音聞いたら踊るぐらいの感じで、まあ、やってますね。まあ、最初は全然パルクールももう趣味の範疇だったというか、なんだろう、やってるうちに本当に仕事につながるというか、こんなのやってくれないとか、こういうことできたら動画にできるけどみたいなことを結構話をもらうようになって、ここからまあパルクール一本でやってもいいのかなっていうところに、ちょうどレッスンの話、本当にもうそのレッスンだけでも生活していけるような仕事が入ってきたんで、それが来てからもう、ああ、じゃあもうパルクール一本でやっていこうっていう気持ちになって、うん、そっからですね。フリースタイルで言ったら、その技にまず加点があって、技のつなぎ目、技をやって次の技に入るまでにもまあ加点があるわけです。そこでそのなんだろう、技して着地してとことこ歩いてまた次の技、じゃあもうこれカッコつかないんで、そこのつなぎ目をカッコよく移動したりだったり、受け身を取ってまたすぐ次の技に入ったりとかいうところにもまた加点が入って、でその技の順番にもまあ加点が入る、やること全てに加点減点が入るんで、技をつなげて一つのものにするフローっていうのを自分の中で本当に完成させて、その大会に臨まないと全然まあ勝てない動きになってきますね。まあスピードランの方はその本当に走って速さを競うんで、まあその辺でも技の終わりにどう加速するかだったり、うん、技と技が終わって何もない間で走る時にも次の技に入りやすいようにどう走るかだったり、まあその辺もまあ考えることは結構あるんですけど、まあ根本的にこの2つは違うパルクールではありますね。思い出で言ったらフランス大会ですかね。広島で、まあ、大会には出てないんですけど、テストランナーとしてデモンストレーション、選手がやる前のデモンストレーションで、その記録が良かったおかげで、その大会のフランス大会、そっちにまあ呼ばれることになって出れたことが実績でもありますね。海外の本当に強い選手とかもいて、結果14位で終わったんですけど、本当に出れた時は嬉しかったですね。苦労したことといえば怪我ですね。 2,3 年前パフォーマンス中なんですけど、まあ高いとこからのフリップ、まあ宙返りで着地した時に膝が内側に入ってしまって、まあ膝の靭帯がまあ切れてしまって、でその時は治すのにやっぱり1年ぐらいかかっちゃうんで、それはまあ苦労しましたね。レッスンもできないし、パフォーマンスもできない、筋トレすらもままならないっていう状況が半年は続くんで、それはまあ苦労しましたね。怪我をしない動きっていうのを、まあ、できる
ように自分でも気をつけてるし、レッスン中その生徒に教える時でもここをこうすれば怪我をしにくい動きができるし、こういう鍛え方をすれば、まあ、ここの筋肉だったり骨だったりは怪我しないよっていうところを自分でもしっかり考えながら生徒に教えてっていうのを気をかけてやってるかな。坂町ケルンが一つと、あと草津の方にリッチコンタクト、あとは、大芝の方にあのミッション広島っていう、ジムもあるんで、トータル今3つですね。スピードランの方が基礎の動き、壁を登る、高いとこから飛んで降りる、飛んで降りたら受け身を取る、受け身を取ったらまあ他の動きにつなげるとか、まあ、物を超える動きだったりとか、そういう部分をスピードランのレッスンでやるんで、まあ、そこが本当に基礎の部分ですね。でフリースタイルを教えるとなると、その基礎で教えたことの応用っていうのが結構多いんで、その基礎で教えた動きをよりかっこよくだったりちょっと複雑にしたりとか、そういうところをやっていくのがまあフリースタイルなんで、まあ、両方教えてはいますね。本当に技のつなぎ方を変えるだけでフリースタイルに、まあ、なっちゃうんで。脳の使い方が特殊というか、いろいろ技をつないで、その、まあ、技を10個入れてそれを一連の流れとして完成させるものをフローって言うんですけど、そのフローの中でもまず最初にその全体としてのフローのイメージを頭の中で作って、で技に入ってまず1個目の技をやってる時にはもうすぐ次の技のことを考えてるんですよ。でその1個目の技の着地した時にはもう3個目の技とかのことももう考えて動いていってるんで、本当にまあ脳は右脳左脳もがっつり使ってるだろうし、本当に普段あんまり使わないような使い方しますね。足をこっちに運んどかないと次が動けないから、次はまあこの手をこっちにちょっとずらしとこうとか、本当に細かいところなんですけど、自分の体をなんだろうコントロールしていかないとできないんで、その辺は本当にまああると思いますね。右脳左脳をしっかり使ってやるっていうのは。自閉症とかちょっとあの多動症、まあ、落ち着きがない子とか、そういうこう立ち向けのレッスンとかもやってたんで、まあ、その時は親御さんの方からもちょっと落ち着くようになりましたとか、人とちょっと軽くコミュニケーションが取れるようになりましたっていう話は聞いてたんで、やっぱり何かしらその精神に作用があるというか、自分と向き合うスポーツなんで、その辺はまあ改善が見られるのかなとは思いますね。技をやるにあたってしっかりやっぱ自分で考えてやんないと、さっき言ったように怪我にもつながってくるし、技を完成させようと思うと本当に体の本当つま先から頭のてっぺんまでもうしっかりコントロールできないと本当に怪我につながっちゃうんで、その辺をまあ考える力だったり、パルクール本当仲間意識が結構強くて、ハイタッチしたりとか難しい技できたらお、その技いいねとか、まあ、そういう声の掛け合いだったりとかもまあ大事にしてるんで、その辺を障害持った子とか、まあ、あんまり喋れない子、人見知りもそうだし、そういう子とかにも僕の方から進めて、仲間がいいのやったらハイタッチしようぜとか、そういう感じのこともやってるんで、人の触れ合いとか、まあ、自分で考えて行動する頭だったりとか、まあ、その辺は鍛えていけるのかなとは思いますね。広島住んでて、その広島でできた仲間と一緒にパルクールをやってたんで、広島で今本当にみんな頑張ってるんで、まあ、そこに俺も協力していきたいし、一緒になんか関わっていきたいなっていうのはあるんで、まあ、やっぱり広島かなとは思ってますね。トレーナーですね。やっぱり教えてて楽しいし、まあ、子供から大人までみんな、まあ、来てくれるんで、子供にはこのレベルで、大人にはこのレベルでっていうのを考えながらやるのも楽しいし、今後やっぱりオリンピックにやっぱパルプクールが入ってくるっていう話がもうあるんで、そこに向けてやっぱオリンピック選手とかを育てれたら、まあ、面白いなとは思ってますね。いつもの自分から解放されるというか、僕は本当に自由にただ走り回りたかったから始めたっていう部分もあるんで、自由になりたかったっていうところが、メインかな。一つ目は人がやっぱあったかいかなとは思いますね。まあ、方言も好きだし、他のトレーサー福岡香川とか、まあ、そちら辺にもいるんですけど、そこら辺とは今仲良くさせてもらってて、アクセスもいいし、本当に広島は今パルクールやりやすいんで、市もコロナ禍だけどパルクールに対して結構協力してくれてたんですよ。市っていう大会も広島で開かれたし、本当にストリートカルチャー、アーバンスポーツをやる上では広島は結構今熱いところなんで、その辺はまあやっぱ広島にいてよかったなとは思いますね。